はい、じゃあそろそろ大会やるので、エントリーのまだの方はお願いします。Tiger, uppercut!
はい、じゃあ大会やりましょう。もう大丈夫ですか？まだの方結構いそうですが。はい、とりあえずエントリーしてない方でもちょっといる方は名前はとりあえず書いたんで、まあちょっと後で本当に参加するかどうかだけちょっと伺います。じゃあ今週は、来週なんでね、まあ大会のどういう形式の大会をやるかは自由なんですけど、さあ希望はありますかね？ないですね。ないっすね。さあ、まあ19人ですか。まあじゃあ仮でハゲ入って20にして、20か。
4チームですかね。割り切れない、まあ、4しかない、打倒君しかない、まあ、4か2か大丈夫か、まあじゃあ今日は5オンの4チームでやりましょうか。じゃあちょっとあのまだエントリー費もらってないからちょっと参加の意思確認も含めてちょっと一回来ていただきたいんですが、固定、あ、出ますかね皆さんね。あ、出る顔してましたかね出るか、友田さん曰く全員出る顔をしていたと。じゃあとりあえず20人ってことでチーム分けしちゃいますかね。
じゃあ、あ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 あ、はい。じゃあ、組み合わせもできましたんで、そろそろやりましょう。配信台はそうですね、ラストでお願いします。ちょっと参加費まだの方は、福山さん、デンさん、オヌーチョさん、リュウさん、ちょっとお願いします。あ、土曜の夜、やっぱりこの放送だぜ、ね、ありがとうございます。はい、緊急事態、福山さん出ない、え、出ないんですか。はい、じゃあやりましょうか。じゃあ福山さんが不参加ですか。あ、デンさんもらえる。じゃああとオヌチョさんとリュウさん、ちょっと参加費お願いします。じゃあ、左側からやっていきましょう。今日3位決定戦もありますんで、1人2回は出れますかね。はい、じゃあ、瀬尾山本、うね、クレジン、ハゲチーム対、友座バイパー、タコ様、コテ、金子チーム。じゃあ先方だけじゃ申告で、あとはもうかぶせでいいですかね。さあ、やりますよ皆さん。皆さん、大会、実は大会始まるんです。いや、今言いましたよ。じゃんけんで、じゃあ 1P2P だけ決めて、で先方は申告してもらって、あとは自由にかぶせていってください。はい、さあ、あまり知られてない事実ですが、実は
なんとそろそろ大会始まるんです。なんとびっくりですね。びっくりですね。雰囲気がまるで感じ取れない。なるほど、やりましょう。気づき出した。そうですね、はい。タコさん、まあ、当時は山本が最初はグーじゃんけんポーン、アイコーでしょー、アイコーでしょー、アイコーでしょー。たツピー、じゃあうちのチーム 1P です。 1P、セオチームは 1P です。山本、ウネ、クレジン、ハゲが構成員です。ツピーが友達チームがバイパー、タコ様、コテ、カネコのメンバーです。あ、1キャラ目だけは申告。ハゲさんじゃねえや、誰だ、杉さん、杉さんに1キャラ目。ああ、じゃあ杉さんに申告お願いします。はい、セオチーム申告済みです。はい、じゃあ両チーム申告終わったので先方座ってください。さあ 1P が、瀬尾、山本、ウネ、クレジン、ハゲチーム。 2P が友座、バイパー、タコ様、コテ、カネコチーム。あ、クレジンダルシム対タコ様ザニー。タコ様ザニー、あ、これはいいんじゃないですか。さあ開始ですね。開幕バックジャンプ。あ、でもなんか大会のダルシムザンギは五分っていう風にね聞いたんで。なるほどですね。あ、これ五分です。五分キャラ差、寄せなければ勝ちですからね結局ね、うん、キャラ差ないです。これ上をどうやって、おっとインフェルノ出たよ。インフェルノタイク5発入っている。5ヒットしましたね。美味しい。これはまさかの空中5ヒットってなかなか見ないですよね。あんまないですね。ええ、あ、美味しいぞ。さあ画面端で引きこもる。おっとヨガチョップ。あっ、ダイエット切った1回目。さあさあ はめていく。これは噂のはめていく。はめていった。いやー、タコ様様タコ様ザンギですね。タコ様様強いっすね。やっぱり最近メキメキとね噂になってますからね。おっ、タイク。さあ、あー、あのねショーパンタイクザンギにはかなり強いんですよね。もうヨガファイヤーで秩序をね保つしかないですからね。おっ、走ってきた。これはやばい。やー、食らってしまった。はめていく。はめていった。
さあ、じゃあ 1P は山本さんが言った順利は、まあ、ザンギにはだいぶ有利ですね。まあでもタコ様は最近やばいと。まあ、リードしてるのはタコ様。飛んで踏んで、あー中足、あかなりタコ様頑張りましたね。あ高めの飛びからまず1回、お中キック、さあ画面端、さあ厳しい、かなり体力差がついたが、さあ高めの飛びをどんどんかぶせていく、あまさかのタコ様ごたてはちょっと避けたいですね。さあおもむろにボディープレスで飛び込んで、ボディープレス、ボディ連打踏んで逃げたが蹴りを食らう。さあタコ様は2人抜き、おあじゃあ自分行きますか。はい、こんばんは、山本です。死んで帰ってきました。さあワンピーチーム、ハゲさんがダルシムなのか、ダルシムだ、バルログではなく2体目のダルシムがいた。さあワンピー側、ハゲさんのダルシム、やばいぞ、いきなり画面端、いやーまずいな、まずいぞこれは。タコ様様ありうる、ありうるぞこれ。さあ執拗に飛んでいく、終わったか、終わった、タコ様強すぎるぞこのザンギ、あれいきなりチームリーダーいっちゃう、いきなりチームリーダーやっぱいっちゃう。あこれザンギ有利もありますねこれ、まあそうあれつい何分か前までゴムって言ってませんでした。あ、 ありますね。ゴム。さあ、そして、瀬尾さんがいきなり投入しちゃいました。もう俺が終わらせてやるよと、瀬尾さんが。対空処理が難しい。そうですね。危ない。危ない、今。あテンション、からキャンしましたね。対空がうますぎる。そうですね。ちゃんと落とせるんで。うん。ちゃんと引きつけて、からキャン、テンション。これがザンギチュンリーのあるべき姿ですよね。これザンギチュンリーですね、うん、これこそってやつですね。あーこれね、これでいいと、やっぱね、無慈悲に、無慈悲ですね、慈悲はいらない、安くても普通に慈悲はいらないです。そうですね、うわうますぎる、 やばい、馬王ですよ完全に。これチュンリーのいい手本ですよね。これはこのチュンリーを、ま、コピーできたらだいぶそうす、ね、天下取れちゃいますから。いやーもうそろそろな頃には戦列溜まってますからね。さあ一切危なげのないチュンリー、あー安全運転ですよね、かなり安全運転。このまま無事故無事犯で、無事故無違反で行くのか。あ事故が起きない、事故起きない、事故らない、事故らないです、この人完全に事故らない。
さあ接近だがやはり戦列無事故運違反いやー交通安全ですね。ちょっとさすがに瀬尾さんなんで 2P 側あ金子さんが座ったあガイルですね。金子ガイルさあ、ああこの組み合わせちょっとどっちがとかない気がするんですよ、ね、これはなんか結構いい勝負な気がしますけど5分ぐらい、まあ、勝った方が有利ってことで。そうっすね。さあひたすらクラゲを飛ばしていく。うわー抜ける抜ける。しかも深追いはしないぞ。この体力差はさすがに厳しい。時間も残り10カウントぐらい。さあ対空転生しっかり。あチュンリー結構対空がね難しいですねきっちりやるのは、うん、TBS されるともうもろですからね、うん、死にますからね。対空精度の高いチュンリーは本当やばいですよ。はい、はい、そうなんですよ。あちょっと待ってくださいね。あそうなんですか。あすみません。さあ今オフレコの間にいろいろありましたが、さああれニーアーさんいるんでしょ。ニーアーさんいる。さあ100列で削っていく。これがセオ、これがセオチュンリー、これがチュンリーだぞと。さあ二人抜きしてバイパーさんが座った。あバイパーさんが行く。いきなり結構珍しいですね。ですよね。バイパーさんチュンリー相手に積極的に、まあやっぱり、うん、ここでセオさんを倒さないとどうにもならんと。そうですね、うん、そういう考えなんでしょうね。うわマジで妥協ないですね。最大取っていきますよこの人。うわちゃっかりダウンまで奪ってますからね。ダウンまでとダメージとダウン両方取ってくるこの人。ちょっとやばいっすよね。あー原体空これまた事故が起きない。いやー恐ろしいですね立ち回りが。やばいっすやばいっすね。これやばいっす。さあバイパーフォークどうする。削り確定削りで、おいった当たったぞ。だが事故が、あ事故にまでは至らない。んきっちり削っていく。そうですね技の選択肢本当的確ですね。うん、うわ戦列さあ前を離していって、うわおっとお釣りもしっかり入れる。うわちょっと接触した程度かこれは。さあこっからうわっとガードした。さあ3立てこれで並んだ形。並びました。お皇帝が座れましたね。あ並んでないですね。こっち今4人目。あそう4人目ですね。並んでないですね。あ並んだ向こうも4人目ですね。並んでます、ねうん、並んでます、はい、今はいはいはい。2に残ってる P はあと友田さんだけですね。しかしここでコテさ X 下がった。抜けるお抜けたが抜けたけど繋がってない。安く済んだ。安く済んで人ちょっとホッとしたコテ下がった。だが結構体力差をつけられている。飛ぶ。おお。いやー今ドキドキしましたねグランタイガー。しかしチュンリーがチャージ完了している。怖すぎる。しかしゼロドット。あっと相打ち OK で残りましたね。残りましたね。じゃあ
試合だ。ビンタ対空がかなり的確ですね。そう、ゴールド免許です。確実にゴールド免許ですよ、この方。確実に事故を起こさないです。おおっと、手先買っていく。ちょっと賭けに出たか、高低差ガット。さあ、飛んで、体力逆転。ここは、お、5分ぐらいになったか5分。さあ、時間だが、時間が、これは、あっと、戦列で殺し切った。2ヒットしちゃった。当たった。え、下がった、大きいんすかね。まあ、空中が。まあ、大きいっちゃ大きいですね。見た目的に。ああ、この3ヒット痛い。ピヨって、なんだこれ、なんだ今の、ちょっと見たことないぞ。ちょっと4回も踏んじゃダメっすよ。なんだ今の見たことない、人を4回も踏みつけるなんて、いや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 、ダメですよ。なんだ今のみたいな。あんなことできるんすか。あんなことやっちゃうんすか、人として。いいですか。ちょっとやばいっすね。録画撮ってたらもう。あ、いや、録画っていうか、まあ、ありますよね、うん、YouTube とかで残りますんで。まあ、大将のトモザベガ。さあさあ、止まっか。投げ返す。さあ、お、端で相打ち OK。実況解説、まあ解説はしてませんけど、はい、あのハゲ山本で、ハゲ山本で喋ってるだけです。さあ、上から、必要に上から来る。しっかりガード。うわ、テンション引っ掛ける。うわ、強い、飛行剣が強い。いやー、こんばんは、ほぼ山田さん、こんばんは。あ、お、あ、あ、いいとこに来ましたね。いいとこ来た、いいとこ来た、マジでいいとこに来ました。100円ください、100円ください。本当にいいところに来ましたね。はい、はい。さあ、3ラウンド目、3ラウンド目ですか。まあ、1-1の3ラウンド。はい、対空前、きっちり3発拾っていく。さあ、睨み合ってお互いゲージを持っている。おっ、ダブル2ピオ。さあ、ナイトメアでとどめを刺した。トモザベが勝利。さあ、4立てしたが、さあ、お互い最終、お互いのチーム最終に。さあ、ワンピーチーム最後のプレイヤーは、ウネガリュウ。さあ、中が一で落としていく。あ、対照戦ですね。そうですね、お互い対照戦です。さあ、我らの大将、ウネガイル。おお、あとサマーではなく、アッパーで落とした。いや、ウネガイル、強いですね。いやー、ウネさんのガイル強いですね。うまい！うわ、フライングメイヤー。見えている。さあ、めぐっている。あー、これ、これですね。今ので、ベガ10割的なやつですよね。そうですね、もう人類共通の。はい、はい。人類皆平等の二択です。そうですね、死ぬか生きるかでしたね。うん。あ、うまいですね。結構ベガス戦慣れてるのかな。どうなんすかね。でも守りきらないといけないですからね、ガイルは。そうですね、こういうことになると厳しいですよね。チュアシ、チュアシ、歩き投げ、投げ、だいぶ歩きましたね今。だいぶ歩いた。さあ、トモザベが勝利で、
友達チーム勝ち上がり。さあ、続いて、チーム変わります。黒岩さんチームが、長州さん、杉さん、小江戸さん、おっちゃる丸さん。で、ペコさんチーム、デレローさん、松木雄さん、デンさん、リュウさんの構成でございます。あれか、確認はしてないんですけど、リュウさん出ますよ、出ますよね。リュウさんが出るかどうか、火をまだいただいてないかな。リュウさん不参加ってことはないですよね。大丈夫ですか。お願いできます。で、じゃんけんで 1P2P は決めてください。あ、リュウさん、あ、リュウさん大丈夫、出れますよね。出れますよね。はい、5対5のトーナメントやってます今。はい、じゃあすいません、参加費をいただいてよろしいですか。100円です。100円です。店の人じゃないです僕。あれ、貯金箱ない。貯金箱、さあお互いリーダーの元へ集まってもらって、リーダーね、ペコさんと黒岩さんです。はい、じゃあ黒岩さんはまずじゃんけんで、じゃあ 1P2P を、5の竜のね T シャツを着てたんですが、黒岩さんいない。あれ、黒岩さん、ああ、おられました、おられました、います、います。一応ですね、リーダーを4人決めさせてもらいました今日勝手に。で、1P2P はお互いじゃんけんで決めてもらって、最初の1キャラだけ申告をお願いします。はい、あとキャラはね別に何でもいいんです、決まってないです。2キャラ目以降はかぶせ OK です。はい、1キャラ目だけ。デロさん、あれ、マイクで言っちゃった。ネタバレしちゃいましたけど、今言っちゃいましたね俺ね。失礼しました。いや、まだ分かんないですよ。可能性は秘めてますからね。可能性、まあ、うん、本当かどうかは分かんないですよね。完全告知とは言ってないですからね、うん、まあ、ゴーゴーチャンス光ってないですよ、まだ。いやー、失礼いたしました。そうなんですよね、平等に報道。平等に報道。10円玉みたいになっちゃってますけどね。さあ、あ、ペコさん、豪気？キャラも聞くんでしたっけ？豪気は5000円ですけど。豪気は5000円。あ、参加費100円に対してね。はいはい。参加費100円ですけど、豪気だけ5000円と。1人目いきます。はいはい、あ、じゃあ、先方、座ってください。座ってください。1P 側が、ペコさん、デレローさん、松木雄さん、デンさん、リュウさんなのかな？ツーピー側が黒岩さん、長州さん、杉さん、小江戸さん、おもちゃ丸さんと。さあ、座っていただいて、お互い座っていただいて、心の準備が整ったらスタートボタンを押してください。はい、1P 側がまさかですよ、まさかのデレローさん。まさかまさかの、これは予想できませんでしたね。そうですね、の竜。さあ、2P 側が、杉さんの S バイソンと。S バイソン。ガチガチですね。はい、こんばんは、こんばんはです。こんばんは。ね、お、うまいですね。今の台足すごいですね。買っていく感じですね。真空をガードしましたね、しっかり。あ、杉さんはおそらく溜めている。ああと、しかしここで解放したんですけど、ちょっと早かったんじゃないですか。解放ちょっと不発でしたね、うん、まあいい線いってましたよね。当たってれば死んでますからね。当たってたらまあ死んじゃうんですけど、さあ体力がもう半分ない。そうですね、もうちょっと時間を使いたいですよね。時間が進めば進むほど火力が上がりますからね、バイソン。バイソンはね。お、ゴチゴチいった。行って、おっと、今重なってなかった。シンク、食らっている。食らっていく。
食らっていくスタイル、食らっていくスタイル。さあ 2P 側、ここで小江戸さん、お、小江戸さん呼ばれた、リーダーから小江戸さんが指名されました。直々にやっぱ龍にはベガだろうと。龍にはベガ、はい。え、龍にはベガなんですか。明日あれなんですよ、小物道がありまして。あ、小物道あるんですね。小江戸さんと福山さん組み合わせ。おー、さあ、あっとめくっていった。2ヒット2ヒットでしたね。つながってなかった、つながってなかった。そうですね、シンクが顔で受ける。そうですね、そういう人もいます。顔で受ける、はい。さあ1ラウンド目はデレロ龍、ちょっとデレロさん、はい、ベガー戦石崎くんかな、うまいっすね。あっと、しかし、ああ、きっちり殺していく。ピオらせたらもうこっちのもんと。まあ、あれはピオらざるを得ないです。あ、サイコハメ。サイコハメあんまはまらないですけどね、X は。まあ。おお、うまい、うまいですよ。仕込んでいる。投げ返す。やっと表だった。表しかないけど。まあ、リバッサ昇竜かなんかでしょうかね。さあ、小江戸ベガ勝利で、ワンピー側、入っていくのが、松清さんが座ったぞ。お、松清さん、サガットですね。サガットですよね。まあ、あれですよね。これは、どっちと言い難い組み合わせなのか？どうなんだろう。これ、いい勝負なのかな？そんな気がするんですけどね。おっと、おっと、なんだ、画面が止まっているぞ。ちょっとパソコンが、あっと、しかし実際の試合は動いていた。あ、相打ちを取っていく。そうですね、相打ちでも2位、お、対話2位からめくって投げて、めくってめくってでしたね。あれ今、あれはどっちだったんだろうな、わかんないですね。めくってめくられて、サガットにめくりないはずですよ、多分。あ、ないんですか。うん、サガットめくられないはずですよ。ピヨってさあ、ゼロドット、まあ、上からいった。でもね、ベガーは無敵技ないので。そうですね、抜けれない、ナイトメア以外では抜けないと、死ぬしかないです。投げる、垂直でダブル2をケアしていく感じか。崩れて投げる、あ、垂直狩り、鋭い、打っていく。ナイトメアガード、アパカモガード、垂直、足が長い、足長うんさんですね。足長い、あ、長いですよ。うわーっと、何も出さない、何も出さない着地パンチ。さあ、小江戸ベガ連勝で、ワンピーガーどうする。ここでそろそろ、ベガベガは避けたいんで、同キャラは嫌でしょうね。そうっすよね。さあ、座ったのはデンスさん。デンさん、バイソン、バイソン、バイソン出していく。この組み合わせそんなにバイソンめくりづらいんですよね。うん、いやだからベガは多分ね、ベガ、うん、ベガないはずなんですよね。結構嫌だと思いますよ、バイソンは。まあ、火力の高さですよね、圧倒的。弾で離せないから。わーっといきましたね。わーっとって言ってたら終わっちゃいますね。そうなんですよね。うわ、相打ち。しかしベガも別に火力がないわけではないので。しかしナイトメアが欲しいところ。あ、お、お互いにすら、あー、確定する、めくり、めくり、あれは厳しい、厳しい、あのめくり、あれガードしても死にますからね、多分ね、ゴチゴチとかで。
まあ、あと裏落ちになるんで、うん、さあ 1P チームの、デンさんのバイソンが勝利で 2P チームは誰が座ったんだ。お、黒いワンさん、黒いワンさん、ホンダ、ホンダ行きましたよ、行きました、行った、ホンダが行って、これは止めるしかないって感じですよね。あ、まあでもバイソンにホンダぶつけるのは、まあ、まあ、悪くない選択なのかな。さあ、しかしちょっと体力差がつきすぎてるけど、だいぶありますね。あのホンダの鬼無双は唯一バイソンにだけは多段ヒットをする時が結構ある、結構ある、うん、ちゃんとスーパーコンボになるみたいな、ちゃんとスーパーコンボになる、そうなんです。 あっと、しかし消された。あれ無敵時間がほんと短いんですよね。いやいや、そうなんです、そうなんです、うん、だからほとんど使えないんですけど、うん、バイソンだけはなんかバイソンに対してはちゃんとスーパーコンボなる時が結構ある、なる時がある、うん。さあ、いい感じだぞ。お、お互い削り合いって感じですよね。お、ほら、スーパーコンボ2発入る、2ヒットしたぞ。しかし使っちゃった、上から、あ、おお、っと、今よくしのいだ、今危なかったですね。そうですね、あの大一応の後気まずいですからね。うん、うわ、どっちだ、あ、残ってるな、ホンダだ、ホンダ残った、残った、残った、頭突き出してましたね、ホンダだけ残った、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 正解です。さあ、あ、うわ、痛い、そう、ピヨってる、おっと、おっと、場内だいぶ盛り上がってきた、助かった、許されている、うわ、これはいいぞ、これは、なんだなんだ、こちら、おお、これは、これは、ああ、いろいろあった、いろいろあったが、ピオラセネオ黒いホンダの勝ち、ちょっといろいろありすぎでしょ、これありすぎましたね、今ありすぎですよ、まさかのですよね、いろいろありすぎて、これちょっと台本の存在を疑われますね、これ。そうですね、八百長か、八百長、あの台本はありません。そうですね、入っていったのはリュウさんですね、リュウさんのベガですね、リュウさんのベガ、いやー、ピヨってる、ピヨって、お、さあ、しかし結局はめていく、そうですね、あー、開幕ドス、すごい、行って上から、あー、これベガはめ殺されてしまう、やばいやばいやばい、やばい、あ、脱出、脱出成功だが、おっと、お、最高ハメ、最高ハメできないですって大いちょうで死にますから、ね、死にますね、逆に死にますね、逆に。さあ、お互い見合って、 やっぱり玉なしはこう見合っちゃうんですよね、玉なし同士は、うん、お互いにね、どうしようみたいな、そうなんですよ、空気が、心の準備をしちゃうっていう、どーっと、スコイが、さあ、接触できないまま、うー、お、ライト面入ってる、当たったか、がですよ、あー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 、頭突きが出ている。さあ、クロヤンホンダが勝っていって、座ったのはあれ、大将ですね、ワンピーチーム大将、大将ペコさん、え、お、出すのか、あれ、まだ参加費もらってないっすよ、出しちゃうのか、参加費まだもらって、みんなカンパしてくれといやー、危なかった、赤いやつ、あ、いや、じゃあちょっと失敗しちゃったようですけど、危うく1人1000円徴収されるところでしたねチームメイトは本当ですね、危ない、5期出すから1人1000円なっていう感じで、割り勘制度、まさかの割り勘合期が出るところでしたねギリギリでしたねさあ、でも S 剣なので、おっと、張り手を買っていく、
昇竜拳強いですね、S剣は。黄土色はちょっとね、5000円かかっちゃうんで。スタートだと黄土色なんですよね、確か。お大昇竜、おお、中断目空達、ちょっとやりたいだけみたいな感じになりますが。うわー、あーっと、ごっつぁんチョップが出ていた。対空うまかったですね、今冷静でしたよ。そうですね、しっかり波動を避けた後。危ない。あ、これはしかし、まあ、確かに剣有利ですが、剣有利ですが、お互いだいぶやるプレイヤーなので。わっと直前止まり。波動よけがやっぱうまいっすね。うまいですね、引っかからない。ホンダでこんな引っかからないんだっていうぐらい。おお、勝利。これだいぶ厳しいはずですよね、ホンダは。いや、ほんときついはずなんですけど。おお、削って、どっちだ、どっちだ。おっと、ホンダが勝っている。ホンダ勝った、ギリギリ一度。ホンダが勝ったぐらいのさ。いやー、勝ったのは黒岩チーム、長州杉、小江戸、お茶丸と。さあ、どうします。あ、先にじゃあ3位決定戦を三決します。はい、やりましょう。先に3決をするんで、先ほど負けた瀬尾チーム、あと今負けたペコチーム連戦です。ペコチームは連戦です。ちょっと、ハゲ山本が瀬尾チームなんで、中立な方が一人欲しいです。じゃあ、うっかりね、うっかり、一人目の宣告した名前、じゃあ口に出さないような人が欲しいですね。杉さん、杉さん、お呼び出しです。業務連絡。杉さん、カウンターまでお越しください。ちょっと先方の申告を、はい、先方申告を聞いてください。うん、受けてもらっていいですかね。はいはい、じゃあ 1P2P じゃんけんを。はい、さあ、1P 側が、瀬尾チーム、2P 側がペコチームとなりました。さあ、1キャラ目は申告は、杉さんにしてもらっているので、私山本は上がりませんと。さあ、心の準備ができ次第、台に座ってください。はい、1P 側1キャラ目、ハゲさん、 S サガット。スピ側、リュウさん、ベガ。ちょっと X ではないですね、やっぱ S ですね。はいはい。お、10割死ななかったぞ。いやー、でも一瞬ですね、ベガは。入っちゃうと、一発入っちゃうと一瞬。さあ、裏回りから、おっと、いいように攻めてるぞ、ベガが。しか
かしやっぱタイガーショット早い、とりあえず打っちゃえみたいな感じですからね。ぴょんぴょんいってるが、ぴょん吉どうする、これはそうなんですよね、簡単にピヨるんですよね。ナイトメアで抜けてきた、ふう、あ、後ろから回って回ってお互い裏回り、ナイトメアで、あ、ヘッドプレスで死ぬんじゃないですかこれ。いやー守り切った、守り切った、リュウさん守り切った。さあリュウさんのベガ守り切りましたね。ヘッドプレスでとどめ来るかと思いきや何もしないって選択肢ですね。まさか削り切られることはないだろうと。さあワンピー側クレジンさんのダルシム、さあめくりで、あ、ピヨっている、めくりホバーきついっすよね。さあクレジンさんが1ラウンド取られてしまったので、次がメンバーが濃厚になってきた。ベガセンな、さあバカになる落とされて、おっとドリル、お、いい試合になってきたぞ。お、上読み、インフェルノ削りの、すいませんお願いします。おっとナイトメア、はいはい、じゃあまだ死なないぞ、もう少し甘い気持ちますよ。中断でしたね。あ、で出番の山本さんがちょうど行ってしまったので、はい、まあもう眠たいですわ、もう眠たい、はい。さあ、ワンピー側は、あ、山本さん今度は竜、ね、竜ですか。これじゃあキャラは自由で OK って感じなんですね。キャラは自由です。はーい、竜、まあ、ただ合気使いたければ5000円払いと。そうです、そういうことですよね。さあ、山本さんが、これもね、また明日やる小物道カードなんですが、あーっと、昇竜出なかったかな、そのまま飛び下って死んじゃいました、ね、さて、おーっと大勝利、今波動のミスかな、投げて受け身がなくて飛びも通って竜巻が当たって、やり、おーっと壊しから投げを投げ返されて画面端を追っているが、おー波動下ってしまいました、ね、いいですね。タコ様をなんかゆうべがさんに結構取り調べを受けているとか。そうですね、まあ、あくまでも任意の取り調べなんですけど、任意の取り調べを受けていると。あー、そんなこと言ってない間にコントが入って死んでましたよ。死んでましたね、そんなこと言ってない間に、死んでしまいましたね。まあ大丈夫です、あの瀬尾さんと梅くんがいるので、はい、大丈夫です。ひどいな、チームメイトに対して。そんな大丈夫です。さあ、またウネを残して瀬尾が先に出てきましたね。瀬尾さん先、そんなこと言っちゃダメですよ。さあこれで今度はまた瀬尾が何立てできるかにかかってますからね。今のところはベガの方がゲージを貯めて体力もベガが若干有利。おほ、なんか対空ダフトとしたんですかね。まあただ今日はもう瀬尾は無理をせずに守りのスタイル、あ、もう削りでいいやという感じですかね。そうですね、しかもまあほっといてもまたゲージもおーっと逆転しましたね。ちょっと体力差はついた。こうなるとベガゲージを持っているので、ゲージチャージ完了。あ、いけない、おお、いけない。今ナイトメア呼びのバックジャンプだったんですけど ね、出さなかったですね。ナイトメアがあるからそれを誘ってたんですけど打たなかったと、はい、ですね、冷静でした。
さあ第2ラウンド、今度は瀬尾がガンガン攻めていく、ガンガンいく、こうなるとベが厳しいですね。やっぱ画面端を攻めて、お、でもなんかダブル2で追いやって追いやって、ダブル2ハメで、で、あとはゲージを貯めたいベガ側は、くぐる、ゲージを貯めたいが、ゲおーおーおーおおおおおスパコンミスかな、おお、ジャンプショーパン、ショーパンでしたね、出っ放しのショーパンチで、ねえ、まあそんなに判定強いのかなって気はしますが、結構ベガ相手のジャンプ中キックがね、チュンジ強いんで、うん、ベガ対空ないですからね、お、中圧最高で、お、やばいよピオル、やばいよ、押されている。さあ、リュウさんの方がだいぶ体力をリードしているぞ、ね、ゲージも持っているので、ゲージもある、盤石、無理をしないで時間を使って、おお、ダブル2が当たって、ダブル2が入ってからの、なげ、おお、壊し投げ、やりますね。さあこれは、さあ舞台は整いましたね、はい、整ったんですか。うねえくんのための舞台は整いました。はあ、さあ、うねがどこまで頑張れるか。これはあのうねくんの逆転劇を見せるための舞台ということですね。仕込みなんで。仕込みだったんだね。はい、あ、ここからですね。はい。あ、オーバーさせ、ああ、ちょっと、あれ、何も出てないから、あら、ただ投げで結構減って死んでしまった。死んでしまった。さあ、仕込みはもう十分です。十分すぎるけどね、これ十分、もう十分です。そろそろやっちゃってください。お、お、第2ラウンドいい感じ。お、めくりはガード、本気を出しましたね。お、いい、中が一度落として、あー、中足が引っかかって、お、投げて受け身がない。こうなるとベガ苦しい。あ、投げ行ったところ中足が入る。あ、あ、あーっと、コマンド落とせなくて、めくりはガード、おー、ナイスガード。これも仕込みか。あ、お、ナイトメアもガード。うお、危なかった。ちょっと相打ちだったけども。さあ、ギリギリまで演出しますね、これ。これも演出なんですね。演出、仕込みの演出。あ、ソニック踏んでしまって。お、今のは踏まなかった。梅君、美味しい見せ方しますね。何してん、何してん、何してんって、うん。あ、うまい、止める。あ、ベガ側もゲージを回収して、さあ、体力弱点、あーっと、回復、お、うお、あー、やっと、あー、あー、なんかいろいろあったけど。さあ、リュウさん、ごたて、やりますね、やりますね。まあ、じゃあ次決勝ですかね。さあ、続いて決勝ですよね。はい、任せますわ。はい、俺タコ様と同じ誕生日なんだよね。え、だった、誰だよ。逆にタコ様の誕生日が分かってる人っているんすか。怖いな、これ。いるんすか。公開してないですよね。いや、してますよ。あ、してるんだ、うん、あ、じゃあいるかもしれない。はい、なるほど。では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 、友田さんチームと黒岩さんチームですね。まさかの龍さんのね、ベガのご立てということで。さあ、相手は、友田さんチームです。あの 1P2P は決まってますか。最初はじゃんけんで、黒岩さんと、黒岩さんがじゃんけんやる気満ですよ。タコ様と本田ザンギでじゃんけん。ワンピー、ワンピー、ワンピー死守した、死守した、なるほど。なるほどですね。そうっすね。友田さんチーム、バイパーさんもいますからね。さあ、
あ、最初座る方プレイヤーだけでいいですよね。申告もらえればマイク聞いておきますね。しばらく無音になります。キャラは固定じゃないですよ。はいはいはい、そういうルールです。ただ一人目座る方だけ申告いただければ名前をいただきたいですよ。はい、じゃあ出揃いましたので心の準備でき次第席についてください。ワンピー側がもう変えちゃダメですよ、もう変えちゃダメですよ。ワンピー側が小手さん、ツーピー側が杉さん。サガットバイソンなのかこれは、なっちゃったみたいですね。 X サガット対S バイソン、まあまあ変えてもいいけど裏の裏ですよね。はい、変えたり変えなかったりみたいな。はい、さあおわおわ押していく。これ結構あれですよね、時間使えますねこの戦い。使えば使うほど杉さんが有利になっていく。いやーヘッドいった、ゴチゴチいった、まさかのダッシュアップアスカシヘッド、ゴチゴチヘッド。いきなりダンパ出しちゃう。尿意棒が刺さって、バンバン削っていってるぞ。あっと飛んだ、飛んだらタイガーに当たった。次 S バイソン処理。おっと今のは勢いだけいった、恥オワー、恥でオワー。あれ杉さん初勝利とかじゃないですか、もしかして。ですよね、お祝いしなくちゃダメですよね。さあ入ってったワンピー側、これはタコ様だと思われるが、タコ様ザンギ。おっと弾きバニシング、伝説の。しかしきっちり画面端なんでもうはめ殺す。乗った、足が届いた。さあお、さあ珍しくタコさんが前進していない。アウトボクシングだ。プロレスラーとボクサーですからね。
さあ掴んでいった。まだ体力差はある。杉さんの方が、おっとタッチシューパンうまいぞ今、あれで出せる。お、タッチシューパン体育覚えたか、もしかしてあるのか。ちょっと杉さん、さあだ画面端、杉さん爆発あるのか。いやー無残に、無慈悲に、無慈悲に殺される。しゃがみぐらいで回避、しかし大足タコ様勝利。さあ決勝ですよこれ、決勝、ここの勝敗で分かれちゃいますからね。さあ場内ヤジが飛んでいる、場内盛り上がってヤジが飛んでいる。さあ座ったのは 2P 側、おちゃる丸さん、ちゃる丸さん、ホンダバルログですよねやっぱりね。投げはめには投げはめみたいな感じですよねこれは。さあバルログ対ザンギ、これさすがのザンギもバルログ相手にはってところなんですよね。しかしメキメキといい調子なタコ様のザンギは地上戦、お互い地上戦を仕掛けている。さあチクチク削ってって、やらしいところ、さあ飛ばれている。しかしじりじり画面端だぞ。おっと早詰め、あーこれダメ、ダブラリでめくりに行ってしまった。なんか出た、なんか出たがローキック、多分ローリングなのかな、ボタン間違ったっぽいっすよね多分ね。ああ可能性ありますね。テラー出しのひょう、まさかの。さあ後ろから投げる、これは無慈悲な投げはめだ。ひょうから着地投げってやりすぎでしょみたいな。お、もう一人のホンダ使いが、あ、本当ですか、剣使いの方が来られました。いやーこれはすごい鋭い爪が、さすがのタコ様も、おっとダブラリー、まだあるぞこれ、早詰め、さーっとやはり出したスカイハイクロー。さあここで一番最近厄介なタコ様を潰せたのはでかいぞ。さあお座ったのは友田さん、決勝戦ですよねこれは。はい、さあ友田ベガとバログ、まあ金子さんとバイパーさんいますからね後ろ。まだうわっとサイコが当たってる。だいぶ交錯しているが壁がなかった、壁がない。おっと今度は壁があった、壁が邪魔になってしまった。投げる、あーっとピョってしまった。さあ友澤が勝利で入っていくのはどうする、どうする、本田と剣とベガ、まあ剣ですよね入っていくのは。長州さんの剣、黄色い剣が入っていく。
おっとピヨッター、ベガ10割一瞬で死にますからね。90カウント超高得点ですよ。長州さん1点ですね、残念ながら。お膝きた、膝終わった。こっちもまた早く決める人、早決めですね。年金税頑張れって言ってますけど、本当に長州さん年金もらってると思ってるんですかね。さあ、勝利券なかなか離さない。これは厳しいぞ。ナイトメアがない。終わったか。これはしょうがない。こうなってしまうとベガもさすがにっていうところ。さあ長州券勝利で入っていくのが、お動いた、バイパーフォークが動いた。ひどい言われようですね。未払い税よくわかんない。もうさあ、入っていったのがバイパーフォーク。おっと波動拳で押していく。おっとヒット確認か今のは。しかしピヨらないのでまだ残っているが、レッパー長州キックからのレッパー、誰だレッパー出ないって言ってるのはと。出ますよ、当然出ますよ。いやいやそんなノルマないですよ、何回でも出ますよ、ゲージさえあれば。さあ今度逆の展開で押されているが、バイパーフォークをしていく。おっとうまい、今八大足と相打ちを取っていく。おっと昇竜見えている、コンドルダイブ。しかしコンドルが刺さった。さあお互い一気のイーブン、3ラウンド目。さあ大足刺していく。おっとまたしてもコンドルダイブ。しっかり見ているつもりだがなかなか餌をまいている。あっと大勝利出してしまった。まだ許されていた。しかし最後は上から。ちょっとノーコメントさせてください。今配信載ってるんでちょっとすいません。さあ入っていったのはクロイアンホンダ。これは小江戸さんのベガを残した作戦だがいいのか。そうですね、先に潰したい作戦ですよね多分ね、これは。しかしワンピーが次金子さん残ってるんですよね。守りきっている。傘当たり、鬼無双だけに傘当たり。さあ1ラウンド目は黒山本田が守りきった形。はい、本田はど、本田って投げキャラではないですよね、どちらかっていうと。どっちかっていうと打撃派な気はするんですけど、そうすると寄りたいのはフォーク側。ライブに合わ、そうですね、付き合わせるのうまいんですが、と言ってると2ラウンド目は結構、おっと
結構高めでも刺さる。時間がしかしないぞ。お互い決めかねているが、おっと上からいった。あーっと当たっている。時間が止まってしまった。今のコンドルダイブ当然読んでたと思うんですが、突き出なかったっすね。あーなるほど、フォーク側がってことですよね。百列から波動が出るのは違うゲームですよ。ちょっとコメントを見ててくすってきちゃいましたけど、おっと読んでいる。トマホーク読んでいた。頭突きにトマホーク合わせる。あっと深いぞ。深いところからいった。鬼無双で落とす。おっ、はめていった。ピヨっている。しかし時間は止まっていた。でも死に切らなかったんですか、小台風が。どうですかね、体力難しいな。それでもダブル台風を狙っていく。入っていったのは金子がいる。これはもう早めね、消化するために入っていきましたね。先ほど負けたペコさんは温存しているのか、わざと。あ、違う、ペコさん別チームだ、失礼しました。金子ガエルが大将ですね、これね。これはホンダは倒す感じで、小江戸さんのベガと五分五分の戦い。さあ守りきる。これはガエル使いの見せ所的なところですよね。全くソニックで近寄らせない。しかし近づいて百貫裏から抱きしめた。うわーっと一気にいった。あの体力差を一気に溶かした黒いワンホンダ。さあ3ラウンド目。おっと頭突き。もうこれはソニック打てないぞ。しかし打つしかない。当然鬼無双はあるだろう。あー飛んできた、飛んできた。黒いワンホンダ勝利。小江戸ベガ残しで優勝ですね。優勝は黒いワンホンダチーム、長州杉小江戸お茶丸と、2位が友田チームバイパータコ様コテ金子というあれでしたね、構成でした。あれ特にみんな言わないですかこれ。明日3週目、あーごめんなさい、月の1週目の日曜日なので、明日はバーサスで3オンのイベントがありますと。でその後か前かはちょっと明確に僕わからないんですが、小物道もありますということで、皆さんあれですね、ぜひ観戦だけでもというところです。あ、当然ネット配信もすると思いますと。あとなんか言うことありますか、誰かアナウンスしたい人とかいますか。特にいないですね。じゃこんなもんで大丈夫ですか。じゃあ優勝チーム、はい、ちょっと写真を
写真ですね、はい、写真撮影ありますので、ありますので集合していただければと思います。はい、はいはい、ありがとうございました。Sorry.
Fiber!
Fire! 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 F
1万円誰か両替えした人いますかね。あ、リュウさん危ないですよ。